ウェルカムトゥー無駄な雑学。はいどうも皆さんこんばんは、アルジの羊です。鬼滅の刃のゲームアプリ血風剣戟ロワイヤルが2020年配信予定となりましたね。そして来年には家庭用ゲームも発売予定など、漫画アニメ映画そしてゲーム大人気の鬼滅の刃。ただ最近は C の影響で外出を控えたりイベント中止が相次ぎ、自宅にいる方も多いのではないでしょうか。この C っていうのがどうも噂によると、このキーワードを言うとやばいらしいので、とりあえず C と呼んでおきます。そこで今回は誰でも簡単にみんなで楽しめる鬼滅の刃ゲームをご紹介していきたいと思います。これは YouTuber のプリットチャンネルさんという方が、紹介したゲームなんですけど、これを、詳しく、あとアレンジとかも加えながら説明していきたいと思います。皆さんは千田光男ゲームや山手線ゲーム、タケノコニョッキなどのゲームは知っていますか？基本的にこれらのゲームに似ていて、それを鬼滅の刃バージョンにしたゲームです。今鬼滅の刃って大ブームなので盛り上がること間違いなしです。それではルールを説明していきます。まずは最初に指名する人を決めてから、〇〇から始まる鬼滅の刃と言ってスタートします。指名する人が言うキーワードは、キーワードその1、鬼。鬼と言い次の人を指名します。そしてキーワードその2、お兄ちゃん。これは炭治郎のことですね。お兄ちゃんと言われて指名された人は立ち上がり、稲もぎりと言って次の指名の人を切ります。そして切られた人の両隣の人たちがリアクションをします。ギャーみたいなんですね。切られた人が次を指名します。キーワードその3、無惨。無惨と指名された人以外は逃げて席をシャッフルします。ルール、間違えた人は抜けていきます。人数が少なくなればなるほど、お兄ちゃんの時のリアクションは誰がするのかをよーく考えないといけません。最後の一人になるまでやります。勝者は自分の好きな技やオリジナルの技で全員を切り、切られた人たちはしっかりリアクションしましょう。鬼滅の刃ファンで詳しい人なら、お兄ちゃんを自殺隊や柱に変えて技やセリフを言うのも楽しそうですよね。例えば善逸と言って指名し、両隣の方はねずこちゃん、または激烈一戦富岡と言って指名し、両隣の人は嫌われていない、またはうなぎなどなど、無惨を他の鬼の名前に変えるなど、いろいろとアレンジができそうなゲームです。そして子供にでもできるので、現在 C の影響で自宅にいることが多いと思いますので、家族でやるもよし、予防でですね、室内でやるんであったらちょっと距離を取ってやるのがいいのかもしれないですね。まあでも隣との距離があっても全く持って問題ないゲームなので、これは友達としても結構楽しめるんではないでしょうか。ぜひ皆さんでチャレンジをしてみてください。今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でまたお会いしましょう。チャオー。